神田白山は、公爵士の名石。当代は六代目。大建物、三代目が、特に有名。四代目は、当初、五代目があえて飛ばして襲名したが、後に自らが四代目を自称した。なぜ飛ばしたかも、後期参照。五代目の死後、六代目が襲名するまで襲名者が、現れず、40年以上秋名石となった。 青年不詳から1873年10月4日、本名、斉藤貞吉、神田派の祖、武州川崎の生まれ、神田白龍の門下、大岡星団が有名、そのためか、天一望白山と呼ばれる。他にも、宮本武蔵、大阪軍記などを読んだ。普段は常に対等し講座の刀掛けに脇差しを乗せてから話し始めたと言われる。 その刀は靖国神社優秀館に建納されている。明治に入り引退した。盗賊に暗殺され不慮の死を遂げる。教年不明。墓所は神奈川県川崎市大徳寺。1843年9月から1921年4月27日。本名、玉川金次郎。飯田町球団中坂下の生まれ。15歳で、初代、神田白山に入門し、 白雄、小白山を経て、28歳の1870年に二代目、白山を襲名。水古伝などを得意とした。1904年、名跡を譲り隠居名、初代神田勝利に改名した。勝利というのは、神田祭にかけた写楽。1913年、浅草金社邸で降爵し、落語家を集め講座生活57周年記念の祝賀園芸会を開催。 明治5年7月20日昭和7年1月30日、本名、岸田福松、東京生まれ。三尺物を得意とし、特注でも、清水次郎町伝を最大の売り物とした。そのため三代目は、次郎町白山との異名がある。彼が出演する寄せでは、大入りの満員となった。反面、その周辺の寄席は皆、客を取られてしまうので、 八丁嵐の異名を取るほどの人気を誇った。清水次郎長物の講談はもともと血生臭い話であった。三代目自身は降爵し、松の屋教伝から伝えられている。しかし三代目はストーリーそのものを変えた。天田グ具ンの東海有教伝を参照する通して、義理人情を盛り込み、愛されるキャラクターの次郎長像を創作して、 独自の型として完成させたのである。名も、高木富士の山本という演題とした。浪曲師二代目、広沢虎造伏付の清水二郎長殿は、この白山が演じた型をベースにしている。三代目、神田白山の鬼神による玉垣。総合霊堂にて、門下の初代神田三陽初代神田郎さん、三代目、神田白寺、五代目、 神田白達は四天皇と呼ばれた。1898年4月28日から1976年11月4日。本名、岡田秀明、東京を生まれ、業界切手の変人として知られる。五代目の成長後、神田白山の名跡は前座まで在籍した、現直弟子が預かっていたが、後に六代目を襲名する、神田松之城が、師匠のつてで、 その現職で死との接触に成功し、病席を授かることができた。1983年6月4日、本名、古立勝彦、東京生まれ、神田松之丞を名乗っていた二つ目の時から人気を集め、講談会の風雲児、最もチケットの取れない講談師などの異名を持つ、2020年の新内昇進に伴い六代目を襲名、ありがとうございます。